今のご自身のテニスの調子はいかがでしょう。先日のアジア大会で初めての日本代表というものを経験して、その大きな経験をもとに順調に自分の目標に向かってテニスは上げれていると思います。初めての日本代表の経験は自分にとって大きいですか。はい、やっぱり、日本の国旗を胸にとても大きな会場でたくさんの観客の方を前にプレーするという経験はなかなか本当にグランドスラムと同等以上の経験ができたと思うので、やっぱりちょっとかけがえのない経験だったと思います。やっぱりその小さい頃から自分が夢に描いていた場所であり目標にしていた場所であったので、ただぼんやりと夢に見ていたものが現実となったので、改めて自分の立ち位置と目指していく場所っていうのが明確になったので、より日々の練習や試合に対する姿勢っていうものがより現実に近づいて、より身が入るようになりました。シードが2番目についたということについてはどうですか。そうですね、自分自身としてはやっぱり、昨年から、グランドスラムに出場することをまず最低限の目標としてやってきた中で、まだやっぱランキングはいまいち自分の目標には上げきれずで、ここ最近去年の大きなディフェンドが消えたことでランキング自体は落ちてしまっていている中で、今回第2シードもしついてるとしてもやっぱ、シードだったりランキングだったりっていうのは関係なくて、出場している選手みんないい選手ばっかりなので、一戦一戦自分の持てる力を全て出して自分のやるべきことをちゃんと全部全力出せるようにしていきたいなと思います。この花川のコートで練習されたと思うんですけど、どうですか感触。そうですね、本当にとても綺麗なコートで、観客として、コート観戦するにもとても見やすいコートで、すごく過ごしやすい会場だなと感じます。昨年までの会場は、ホテルに併設されている会場ということで、すごいアットホームな雰囲気もすごい好きだったんですけど、今年の方がより大会会場っていう感じがして、こう試合の雰囲気としてはすごいいいのかなと思うのと、自分自身、2017年だと思うんですけど、ダブルスをこの大会で優勝した時に決勝戦が雨でこの花が運動公園に移動になったので、自分としてはすごいいい思い出のある場所なので、新しい会場がここに移動になったっていうのを聞いて、ちょっと自分としては結構嬉しい気持ちです。本当にどの大会よりもやっぱり大会スタッフの方がとても親身になって、大会本当にこう宣伝から大会の広報からすごい尽力されているのを感じますし、やっぱりこう日本のテニスの大会は集客に結構苦労されていると思うので、その中でやっぱり SNS だったりあらゆるものを使って集客力を入れてくださっているのを感じますし、やっぱり選手に対するサービスもすごい毎年毎年パワーアップして手厚いのを感じているので、すごい試合に集中しやすい環境をいつも作ってくださっているので、ここの大会をプレーするのはいつも楽しみにしています。じゃあその中で今週の抱負を教えください。はい、やっぱ本当に1試合1試合とても難しくなるとは思うんですけど、やっぱ出場しているからには、優勝を目指して一戦一戦頑張っていきたいと思います。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございました。